皆さんこんにちは、東上メトロです。今回は、浜川が廃止になるらしいので見に行きたいと思います。やっと大和市に TR の在来線が来たので、未来工学鉄道ぼったくり大和線に乗らなくて済みます。今回乗っていく路線は TR 大和線です。TR 大和線はここからサハラを結ぶ路線です。TR 線をご利用くださいましてありがとうございます。出発してすぐに左側には大和車両基地があります。また大和線は普通しかない路線なので基本的には通過駅はありませんが、下市駅は紀新線の駅なので通過します。下市最寄りの人は大体東大和とか大和市使うので需要があまりないんですよね。あと浜川駅が廃止になる理由は周辺の再開発らしいです。まあ昔の TR は一貫が近くて建物を建てるスペースが消えていたんですよね。その時期に建てられた浜川もついに今日で廃止です。あと北村も廃止になるそうなのでそっちにも行きます。未来高速鉄道と交差するとサハラが見えてきます。ここから橋本急行鉄道に乗って橋急赤坂に行きます。ちなみにサハラ市とサハラの間は未来高速鉄道しか繋がってないため、都市旅客鉄道全線乗り放題切符を使っている人は120円を橋急に差し出すことになります。サハラ市も初期の頃から変わりましたよねー。峠谷からは伏線になります。昔はここも単線でしたからね。最近は需要が増えてきているようです。橋急赤坂に着いたのでここから元宿に行きます。元宿まではカット。もう浜川が見えますね。この駅も今日で終了です。ということで浜川に着きました。駅名標はこんな感じです。浜川駅7番出口を見てみます。こんな感じですね。浜川にはこの出口ともう一つ出口があります。見に行きましょう。こっちの出口は昔建てられたので木でできています。あと謎に改札がありません。不正乗車が多そうです。浜川は路線紹介でも言った通り元宿線快速は通過しますが、各駅停車と中央線の快速は停車します。では、2階に行きます。2階は元宿方面に行く電車が来るホームです。1階と同じ左が元宿線、右が中央線となっております。ということで次は北村に行きます。北村は日進町と近すぎるため廃止になるようです。まああまりにも近すぎましたからね。北村に着きました。この駅を使う人は日進町を使うと思います。駅には椅子があり、階段を降りると元宿方面のホームと改札があります。駅名標おかしくなっていますね。実は歩いて小石屋4軒茶屋に行けます。ここら辺に住んでいる人は便利ですよねー。ここから星空林間まで移動して臨時最終列車の全面展望で終わりにしたいと思います。この臨時列車は中央新町まで止まらないんですよね。名前は臨時特急浜川北村だそうです。TR で初の特急がまさかのこの臨時という、せめて中央線ぐらいには特急あればいいと思うんですけどね。ちなみにこの特急抽選なので当たらなかったら乗れませんでした。まあ4往復あるので大体当たるのですがね。最初の頃からあった駅が廃止されるのは悲しいですね。ちなみに今日はもう家に帰れません。明日予定があるので始発の新幹線乗らないとまずいです。新幹線高いのであまり使いたくないんですけどね。では皆さん全面展望をお楽しみください。電車が営業を終了しているのでご注意ください。ところは、
進松です。お出口は右側です。お乗り遅れの内容ご注意ください。まもなく浜川です。お出口は左側です。お乗り遅れの内容にご注意ください。次は終点の元宿に停まります。まもなく元宿です。 AR 線をご利用くださいましてありがとうございました。お出口は左側です。今まで浜川、北村の2駅をご利用くださいましてありがとうございました。